チャオこんにちは、パスタマニアです。今日はね、カレッティエッラというパスタ作りますね。ちょっとこう噛んじゃいそうな名前なんですけど、要は馬車を、魚車向けのパスタということで、どうもねフィレンツェが発祥の地らしいんですよ。で、今回もフィレンツェ流でいきたいと思います。要はトマト、唐辛子、ニンニク、イタリアンパセリ、この4つだけです、使うのは。それではご視聴よろしくお願いします。美味しくできるかな。ではどうぞ。ラッテリーノトマトというナツメ型をした甘いトマトですね。これを湯むきしていきます。氷水につけて皮を剥きます。ニンニクは細かくみじん切り。この料理にも結構ポイントになります。潰すと皮は剥きやすいです。イタリアンパセリなければ通常のパセリでもいいです。みじん切りします。なるべく料理の前、直前にカットするといいですね。ニンニク炒めていきます。オイルはちょっと多めですかね。唐辛子入れます。イタリア製の小さな唐辛子です。このタイミングでパセリも炒めていきます。カリッと仕上げましょう。トマトをフライパンに入れたらフォークで潰していきます。少し塩を振って、トマトピューレも加えます。煮詰めていきます。今日のパスタは 1.55mm テフロン仕上げのつるっとしたパスタになります。いろんなレシピを見てると、トマトをやっぱり皮を剥いたトマ、湯むきのトマトで煮詰めていくっていうパターンの人がとっても多いんですよ。で、僕もそれやりたかったんだけど、日本のトマトはどうも水っぽいので、生のトマトではプチトマトしか使えないなと思ったんですよね。そこで今回はちょっと一計を案じまして、ラッテリーノトマトっていう夏目型の生のトマトと、それからパッサータという、イタリア製のトマトを裏ごしして煮詰めたソース、これを合体させるということを考えてきました。それでやってみたところ、やっぱりとってもね
自分の思った通りになったんですよね。いやこれはね良かったですね。またこのレシピでなんかトマトやってみようと思います。要するにトマトがぐにゃっぐちゃぐちゃっとなった感じでじゅわっとこう甘みが出てきて非常に濃い、そういう感じを作ろうとしました。そしたらこのカレッティアルネができましたね。いただきます。さあどうでしょう、美味しくできたかな。カレッティエラフィオレンティーナ風です。カレッティエラはフィオレンツェとローマとシチリアと3つぐらい流派があるらしいね。ここでオリーブオイルをかけます。最後にね、ちょっと良質のオリーブオイルを混ぜ合わせたら美味しいですよ。本当は料理の最後にやろうと思って忘れちゃった。うん。本当はシチリア風とかローマ風とかいろいろ流派があるらしいですね。まあシチリア風だと例えばパン粉をいったものを使うとか。あとローマ風はペコリーノロマーノすりおろすとかで、今日は王道のトスカーナ風、最後の仕上げはイタリアンパセリです。かぁ、むちゃくちゃ美味しいね、本当。ごちそうさまでした。なんか久しぶりにこのトマトの王道のパスタ食った気がしますよ。なんだろうね、これ結構シンプルそうで難しいです、こういうの作るのって。というわけで今日は、トスカーナ風のカレッティエラを作りました。また次の動画でお目にかかれたら嬉しいです。ではまた、チャオチャオ、スペディアモ、チャオチャオ、ブナーテ。参りました。